どう広げるんだっけ地図。多分こんな感じだよな、拡張してたのって。次は地図だ。この地図を広げていくにあたってさ、ちょっと考えに高いよね形を。そうですね、この家の形を。 MM 号改造計画もちょっと必要だよね。そうですね、地図置いてきます。あ、これ作っちゃった同じやつね。この、はい、これ下なんだよな。で、これがジャングルだから、これは多分ここじゃない。ビンゴビンゴ、わー楽しみ。地図が広がっている。これも氷の下。じゃあもしかしたらここじゃない。見たいな。パズル、いや俺そのパズル見たい。村井さんのマップパズル。おお、すげえ。あ、これはここだ、間違いない。すげえ。え、北は海が広いな。来た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 。で、これはもうここ地図部屋にしろ。ここっぽくない？おお、広がった。ちょっとこの下だな。ここやるしかねえな。やるしかねえ。おお、めっちゃいい。めっちゃかっけえ地図。ここ唐突になんかみかんみたいな感じで池があるんだね。みかん。なんかブスッと切れててさ、地図間違ってんのかなと思いきや合ってんだよ。これだ。ってことはこれがここだ。おお、いいね。いいね。いい。これ倉庫の入り口ちょっと別で作り直して、うん、いい。ここ拡張線高んな。めっちゃいいわ。いいよね。めっちゃかっけえよ地図。あそこ魔女の家なんだ。上もちょっと拡張したいね。したい。なんか私がさ、マグマで十字を作ったりとかいろいろ各地でしてるじゃないですか。地図記号。はい、地図記号。廃校があるっぽいところとかに。はい。それって出てきてないね。見えないのかい、あんな一本筋じゃ。全く出てこないですね。あんなちっこかったら出ないんじゃないですか。出ないのか。僕はあのジャングルの向こう側がどうなってるのかを知りたいです。こっちね、はい、広げちゃう。広げちゃいたいです。広げちゃうか。もしくはこのちょっと上も行ってちょっと広げてこないですか。上ってでも僕らがいつも出発する方ですよね。いらんか。だから海ですよね。ここら辺作りたくないですか。ここら辺、ここら辺作りたいです。ちょっと気持ち作りたくないですか。じゃあ地図を作っておきます。じゃあ私はその間エンチャントできる。動画に来たコメント。レベル30でのエンチャントは射撃ダメージ5かな、が 40% から 50% ほど。射撃ダメージ3が 30% ほどなので、あまり気にしなくても大丈夫です。弓に30レベルでエンチャントした時に無限が出るのは10から 15% ほどです。そんな確率高いの。経験値トラップなのに結果的にレベルが下がるのは面白すぎ。いや下がってないよ。ついに村井さんがエンチャントをするようになったか。パート1とかのあのカスかった時は懐かしい。あ、今でもカスでしたね。は聞こえない。ちょっとこのね、雑魚い弓全部もう合体させて新品の弓にしました。非効率なのは分かってるんだけど、もう少しこの村井トラップが見たい。27%。見せましょう。あ、置いちゃった。いくよ、せーの、でれれれ。フレーム、フレーム。2本目のフレーム欲しいな私。ハルミさんも欲しくない？パンチ。僕は剣で戦います。村井さんがフレームを使う。待ってくれ、そんなこと言われたら私も強い剣欲しい。これフレームがあるってことは、おう、範囲ダメージ増加。おお、ズ・リンクのあのブーン回転切りだ。そういうことだ、そういうことだ。素晴らしい、はい、だったら弓矢だな。フレームパート2ドン。はい、これ。え、なんすか。無限、無限。え、何が無限。無限フレーム、無限フレーム超強い。射撃ダメージ増加3。どういうこと。無限フレームって何。弓1本さえ持ってればエンドレス。やばやば、最強、最強装備弓使い。私ごめん、神になっちゃった。FF の世界だ。神になっちゃった村井さんが。これやばくない？え、ちょっと、撃ちまくっていい？今から。うわうわ。今から撃ちまくっていい？もちろん。え？弓が無限？減らないんだよ。おめえ、無限。おお、おめでとう。しかもフレームだよ。おお、神引き。なんやこいつ。マジか、来た。一本を持ってればエンドレス。一本満足バーです。すごいっす。違いますよ。めっちゃ強い。今23と61でしょ？最強の弓なんだ。23と61で、近っ。みんなやばない？4本撃った。23と61。前のやつと金床で混ぜて。すげえ。耐久つけよう。神回や。修繕さえつければ神の弓。すげえ。修繕をつける。つけたい。これだ。これを合体させるのかい。ここの金床とやらね。で、ベースが多分こっちで。大丈夫だよ。おかしなことはしないからね。安心してね。クリックしないからね。勝手に、ね。やめてくださいよ。大丈夫よ。こうすると、これが、ん？これ修繕ついてないよね。あ、修繕と無限は、同時は無理。同時は無理。なるほど。東芝。ちょっと質問がございまして、これを使ってこう耐久値が減った時に回復させようと思うと適当に氷で回復するのか。ほー、素晴らしい。
やばいな、もう死ねなくなっちゃった私。はい、いや常にそうですよ。もうこれ死んだら私どうしたんだ、ね、いやもうぶっぽろ耐久つけよう、耐久つけよう、耐久これでいいんじゃない、本の方でいいんじゃない、耐久。お父さんが来る前にもっと増えてくんだよ。これだ、ドンドン、おーすげえ、なんやこれ、やべえな。あれちょっといいですか、はい、私さっき拾って適当に履いたブーツ水中歩行2ってついてますよ。えちょっと歩いてくださいよ、水中歩けるんじゃないですか。なんだこれすげえぜ。えもうまさか海底神殿もスイスイってこと。ちょっと行ってみましょうか、行ってみましょう、水中歩行、よいしょ。あえん歩けてる、これってどうなの、速い、普通に歩いてる感じ、このスピード。あ普通に歩けてる、ま、普通もっと遅いよね。ポヨンポヨンってちょっと皆さん僕と比べましょう。比べよう、どこどこどこ、いやイエスイエス、ストンストン、ほらもうこんな遅いっす、トントントン、ほらこんなっすよ。あ、ほんとだ、わあ。ごめんなさい、普通に歩けてる、すげー、速い、すげえ、歩くスピード速くなってる。これいいブーツだね、いいブーツ。なんかね、いろんなことがすごいね、いろんなことがすごいっすね、すげえや、ビビるわ。コンパスを真ん中に置いて紙をこう、きた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 、バーン、おー地図大量、地図を広げる回ね、大好き回、寝ます、一番好き。またとうとう氷渡りですよ。なるほど、氷渡りをつけるとブーツにね、すげえよ、とうとうその初めてだね。ででーん、じゃあブーツは新品を作ろうか。おお、ちょっと行きます。はい、あ、はい、うわー作っちゃった、もったいねー。でここか、ダイヤにこれだよな。おーおー、せーの、ドン、やっべー、うーわー、てかそもそもダイヤのブーツ自体初めて見た、うわーすごいね。行ってみます、ちょっと海へ、心なしか足がちょっと速くなってる気がする、行くよ、はい、え、なに、ひび入ってる、え、すげえ、なになになに、あ、消えた、やべえ、見て、え、それ村井さんが歩いたところに道ができてるんですか。おう、え、私え、すげえ、ちょっとちょっと、すげえ、あなたのことは青生地と呼びます。え、モーゼだ、モーゼではないか、アナ見てないから、エルサ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 、うん、エルサじゃん、これ、エルサってそういう能力持ってるんですか。うん、能力者、え、すげえ、なんで今までこんなことやんなかったんですか村井さん。ダッシュしても追いつくの、あ、そっち、僕が行くそばから壊れていく氷が、ああ乗りたいのに乗れない、ええん、花井さん、はい、私と呼吸を合わせないといけない。そうですね、二人三脚ですね、まさに。行ってみましょう、青生地だ、青生地、すごいよ、超びっくりした。行きますよ、せーの、はい、こっちの方行くよ、はい、おいで、おお、やべえ、てれーてってれーてれてれでー、ダッシュすると氷のスピードに追いつかなかったんで、はい、あくまで徒歩になりますけれども、はい、これ花見さんついてこれてるんですね。あ、来れてます。え、だったらずっと一緒に海どこまでも行けんじゃん。やった、なんだよこの唐突な、やばいな、青生地だ、あんた青生地、ちょっと一回そこの大陸に、はい、大将ですよ。すげえ、すごすぎるわ。うわ、パリンと割れるんだ。普通のダッシュなら間に合うらしい。え、永遠に使えるんですかこれ。減ってないです、何も、これ永遠ですよ、食らわない限り。はい、神じゃない、すげえ。私が手をブワッと振るだけで氷がパキパキってできて、はい、みかん、みかん、みかがみみたいですね。ん劣化の炎、ツンツン、トキヤみたいですね。いやー怖い。え、じゃあこれで地図広げいきましょうよ。そうしよう、そうしよう、そうしよう、やっぱやばい、こいつはすげえ。一回とりあえず家に帰ってどこの地図を広げるっていうのをちょっと意識的に確認だけしたら、はい、出ましょう。これはやべえぜ、やばすぎだわ。ハルミンさんが作れるのこれ、ね、いやないんでしょ、その一個しかないから。氷渡りもう終わっちゃったんですか。使っちゃいました。もう使っちゃった。これはもう一個欲しいわ。これやべえぜ、なんちゅう神アイテム。村井さんほんとすごい。これいつだったっけゲットしたの。多分ジャングル、ど
ジャングルの廃校の最後の最後とこだっけ、粘った時だっけ、いや、釣ったんじゃなかったでしたっけ。すごいね、ようそんなすごいものを今まで放置してたね。じゃあ、はいはい、こっちか、ジャングルではなくて、はい、海方面ね。海方面、これから地図を広げる旅に出るからな。またお父さんが、お前たち最後のご飯だぞ、食べとけ。お父さんがおかしくなっちゃうから、しばらく帰ってこないから、君たちに任せるからね。高いとこか言って、家をね。お父さんが高いとこか言ってる。お前たちを見ながらステーキを食おうか。うわー、狂ってる、それは狂ってる。やばい、もうあなたたちのそばにお父さんを置いとけないの。お父さんはもう昔のお父さんじゃないのよ。さあ、花火さん行くぞ。はい。